入りました。あはは。ね、国交省、国交省ですね。あの高いヘリパッドの、まあ、なんだ、伐採されてますよね、結構ね。うん、あ、あるんだ。すいません。伐採されてますよね。はいはい。
まであるか。守ったことが今まであるか。米軍日本を守らない。米軍日本を守らない。守ったことが今まであるか。守ったことが今まであるか。米軍日本を守らない。米軍日本を守らない。守ったことが今まであるか。守ったことが今まであるか。ゲートだ、ね、ゲートだっけ、高いヘリパッドの中も、ハゲ山を2つ作っちゃってるみたいな感じでしたね。なんかね、見たもんね、広いね。だって、なんだっけ、防衛省のヘリ使って入ってきたんだよね。そうですね、でしたね。もう本当ね、ダメですから、本当ひどいですね。ふざけんじゃないよ、何やってもいいわけじゃないんだよ、ね、いやー、違法でしょ、やってることね。手段選ばずとかね、違法でしょ、ダメだよ。ふざけんじゃない。どうだったか、そうです。交通省の皆さん、お仕事お疲れ様です。今日も講義来させていただきました。ですね、私はちょっと言いたいこととして、まず、今言ったこともあるんですけども、緊急に言いたいことがあります。それは、今なされている、違憲確認訴訟というのを、そちらさんが出していると思うんですけども、直ちに取り下げてほしいんです。こんな言いがかり裁判は世界中で認められていません。絶対こんなことをしてはいけません。世界中に私は恥だと思いますんでね、これはやってはいけません。ここから先のことはちょっと、ここにも、この省庁にも関係あるんですが、視聴者の方にも言いたいんです。というのは、全国の自治体に言いたいことです。この間、9月の16日ですね、その判決、沖縄那覇高裁の、どっかの高裁で判決が出ました。それは、国土交通省の、異分が通ったわけですが、その私は判決を見まして非常に驚きました。
これはですね、どういうことが書かれているかというとですね、この、まあ辺野古の埋め立てが、違法ではない、つまり、作ってもいいんだということが書かれていますが、その根拠がですね、私にとっては最悪とも思えることが書いてあります。これは、日米安保条約があるから、新たな法律は作らなくてもいいと書いてあります。これは憲法違反です。憲法違反なんです。これは、憲法92条にですね、地方自治法がありまして、このような、新たな、基地を作ったりそういうふうなことの時には新たな立法を作らなければいけない、法律を作らなきゃいけないんです。ですが法律ではなく条文があるから、条約があるからそれで OK だという判決文になっているんです。これは地方自治の完全な侵害です。これが認められるならばアメリカとどんな条約も結んで、例えば基地、それから原発のゴミなども全て捨てられることになります。地方自治の完全な崩壊になります。ですから私が言いたいことは、この国土交通省も悪いんですが、自治体の人たちがなぜ何も言わないのか。自治体の人たちが今沖縄を助けなければいけない、この裁判に対して、この判決文に対して何というバカな判決を下すんだと、全国の自治体がすぐ言わなければいけない。そうしなければ、条約で全部やれます。憲法92条は、このような、新たな、地方自治を、侵害する場合には新たな立法をしなければいけない、法律を作らなきゃいけないと書いてあります。そして憲法95条にはこの立法が立てられたときにその地方自治で住民投票をしなければいけない、で過半数を取らなければその法律は却下していいと書かれています。つまり92条そして95条違反です。この判決文は、99条の、国家公務員はこの法律を守らなきゃ、憲法を守らなきゃいけないわけ、この99条にも皆さんは違反している。だが、私が緊急に言いたいのは地方自治の皆さんです。なぜ一言も言わないのか。私はこれが許せない。地方自治の危機なんです。これは沖縄うんぬんということももちろんある、だがそれの関係を超えています。民主主義の危機です。地方自治の危機なんです。ですから、これを見ている人がどれだけいるか分かりません。ですが、もしその全国で見ている人がいたら、その組長に言ってほしいんです。なぜ9月16日の違憲確認訴訟の判決文に対して抗議をしないのか。それを私は本当の怒りとして思います。我々が決めた憲法、これは私は一文一文あれ吟味していますが、なかなか優れものですよ。だから我々はこの憲法をやはり守らなければいけない。この憲法がおかしいというならその根拠を示してください。頑張りましょう。本当の民主のために。本当その通り、そうですよね。地方自治が何がしろ、ね、ひどいです。本当ね、このことに対してみんな言わなきゃいけない話ですよね。地方のね、いろんなところで勝手にやられちゃうってことですよね。政府の都合でも本当臭いっすよね。ダメですよね。本当何のためのね、県知事とかだね、本当ということですよね。他によろしいですか。皆さんお疲れ様です。今日も電池ついてますね、相変わらず。
と、まあ、先ほども出たんですけど、高江の上空写真というのはいろいろネットで出回っているんですけど、まあ、その建設地域のところだけ、剥げた感じがなんかなっちゃってて、なんかあの頭が怪我したら、なんか傷を治すためにその周りを、まあ、刈り取ったような跡があって、ちょっと痛々しいんですけど、別に病気とか怪我をしたでもないのに、あんな、まあ、剥げた感じになっているのはすごく痛々しくて、なんでそこまでやらなきゃいけないのか、本当にちょっと頭が痛くなるんですけれど、あれ見てすごく僕は心痛みました。多分あれはいろんな人が心痛くて、だからいろんな人が今支えが集まってるんじゃないですかね、そう思いますよ。それ分かりますか、ね、いろんな考えで、ね、大事な人だけじゃなくて、なんか人が集まっていろいろ抗議したりしてるんですよ。そういう風にどうにやっぱり昔の泣いた闘争から使ってかなりやっぱり広がり出すっていうことはよく考えていただきたいですね。なぜそうなっているのか、誰がそうしたのか、本当に。で、まあ、それでまあ、男ごみのまあ人がなんか逮捕、那覇空港でなんか逮捕されたという、もう見せしめみたいですね、なんか。おそらくこれはまあ、反米派の人に対する牽制もあるんでしょうね。なんか同じ頃になんかタイのバンコクで逮捕されたあの香港のアマース革命のなんか指導者の人が逮捕されたんですけど、それをちょっと思い出しますね。あれもまあ体験で可能体系で、おそらく中国政府からの要請でしょうけど、それ考えるとなんか、ああ日本のお偉大さんの体質も中国と同じになってるなということを思い出しますね、本当に。ね、あなた方ですよ、ね、役人がもう、ね、役人っていうのも選挙とか選で受けませんしね、本当に。そうするとやりたい放題になっちゃいますよね。なんかまあ中国みたいになんか抱えしてきてるのかなという感じをしてますね。まあ、その結果がやっぱり高いとかに出てるんでしょうけど、でもね、だんだんそんなことやってもどんどん広がっていくばかりですよ。そうね、あんな方のその方法がいつまでも通用するとは思っちゃダメですよね。まああなた方もいろんなニュースとか読んでるはずだから、そういうことを分かるはずなんですけれど、どうですかね、心痛んでる人いるんじゃないですか。前にもまあここで話しますけど、やっぱりね、あなた方も人間の心もある人もいるでしょうからね、なんやかんやのね、リアクションを出していただきたいなとは思います。なかなか難しいかもしれないですけど、でどんどんいろんなやっぱ情報をあなた方も知ってほしいですし、探してください。ちょっと分かるはずですよね。え、もう高江、少なくとも高江とか、まあ、辺野古とかに反対している人と賛成している人間と、まあ、いろいろネットとかで見つけが出てます。それを読めばどっちの方がまともかは分かるはずなんですよ。どっちがまともなこと言ってるかっていうのは、ね、でそういうまともなこと言ってる人の中から、まあ、お金とか、ね、ある人たちが、今高いとかに行って抗議してるわけですよ。でそういう人たちをなんか暴力で殴ったりとか、まあね、逮捕、不当逮捕とかなんかいろいろやらかしやってもう抑え込もうとしてますけど、ね、そんなことやって心が痛まないんですかね。まあとにかく不当逮捕された人はすぐ釈放してください、本当に。ね、それとちゃんと民意を聞いてですね、この高江の、ね、工事を中止するとかね、それぐらいね、アメリカ政府に何か言えないと、軍に言えないんですかね、本当に。辺野古もそうだし、だって嫌なことは嫌だってことね、言えばいいんじゃないですかね、アメリカさんに。ね、なんでそれができないのか。ね、言わないと分かんないと思いますし、もし言ってですね、なんか妙なこと言ったら、それ公開、世界に公開してですね、こんなこと言われましたよ、アメリカさんにとか言えばいいんですよね。もっとね、いろいろやり方はあるはずなんですよ。大事なのは信念を持つことですよね。一体
何のために役人になったのか、何のために国益があるのかとかね、いうことを考えればね、でその決まりなんだ、やっぱ人間としてのね、心ですよ、感情ですよね。こんなね、こんな高いのを辺野古でもあんなこと、あんな無理やりなことされたら地元にいる人はどう思うかってことはね、想像すれば分かるはずですから、そういうことから始めていけばね、どういうことをやればいいかっていうのは分かるはずなんですけれどね、あなた方の信念というかね、何のために役人になったのかってもう一度思い出していただきたいですよね。しかしこんな仕事を無理してたらね、家庭とかね、周りの友人たちの方々にね、堂々と自慢できないんじゃないかなと思うんですけれど、どうですかね、本当によく考えていただきたいですよね。少なくとも赤いとか、まあ、辺野古とかのね、めちゃくちゃなやり方をやっててね、自慢できるような仕事とは思いませんよ、ね。まあ、これからも、高いとか辺野古でやっぱ抗議が続きますし、それはもう沖縄の、ね、方々の大多数の民意というのが基盤になりますから、そしてそういうことに対して、ね、日本全国からね、意思を持った人たちがやっぱ集まって参加すると思いますよ。これからも少々の、ね、そうするとどういうことが起こるか分かりませんけれども、このままいったら本当に沖縄の独立とかもね、ありえることになるのかもしれませんけど、そうなった時はどうするんでしょうか。ちゃんとやっぱ考えないと、沖縄とか独立ということも考えられないないですよね。本当にあまりやっぱりね、人間をバカ、地方の人をバカにするようなことはやめましょうということですね。まあこれも一つはまあレイシズムだと思います。やっぱり近代日本のやっぱり、日本人の意識なんかあるね、例えば朝鮮人とか差別とかと同じようなものがやっぱりあるんでしょうね。やっぱりそれ、そういうことからもちょっと、もうちょっといろいろ考えて、ね、民意を、沖縄の人の民意に沿うようなことをやっていただきたいと思います。そうすると、まあ、日本全体に、まあ、国益とかにもマイナスになることにもなるでしょうしね、本当によく考えていただきたいですね、本当に。の中の人もやっぱりね、まあ、判断を起こすというか、なんかやってほしいですよ、本当に。お願いしますよ。もう本当に死者が出る可能性もありますから、そうなったらもう取り返しがつかないですね。まあ余震波中心、工事が中心になったとしても、だから緑の回復っていうのもなかなか時間かかるでしょうしね、本当に一度失われた自然は本当に名前は戻りにくいし、失われた人命は二度と戻ってきませんから、本当取り返しのつかないことが起こる前にね、日本の、ね、お政府の国家立場として何をやったらいいのかっていうのをもうちょっと考えて行動していただきたいと思いますよ、本当に。そうしないとこのままじゃ本当にしばらくなっちゃうかもしれませんので、皆さん方の良心に期待していますが、まあね、お願いいたします。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございます。なぜならば辺野古では実際にこう、ほとんど工事は少なくとも海上の工事は終わっている、プロートも全部撤去されている、こそこそと、基地の内陸の方に、工事機材を運んでいるかもしれないけれども、表立った動きは見えないというところが現状だと思います。先月、たまたま、辺野古
方の方へにも行ってきましたけれども、あまり動きはない。今動きとしては高井の方に集中しているということなので、海上保安庁はああだこうだということを今ここで言うつもりはありません。ただ先ほどの方がおっしゃってたように、9月16日の、福岡高裁那覇支部での判決で、こちらの方について、非常に重要なことを先ほどの方がおっしゃってたので、それに補足というか、少し、もう少し伝えたいことがあるのでお話をします。まず、あの判決の中で、防衛外交に関する事項については国の戦艦事項なので、地方の自治体が関与する分野ではないというふうに書いてあるのであれば、なぜ2年前に中山前知事が辺野古の埋め立てを許可したのを旗印にして工事を再開したんですか。戦艦事項であるならば中山知事がどういう声あっても関係ないはずでしょ。それを金を使って地方交付金を増やすからということで中山知事を転がしておいて、辺野古の埋め立て容疑、そういうふうにさせておいて、その判断は片や尊重する。しかしその後ちゃんと民意で選ばれた新しい知事が、その中山知事の判断はおかしいということで判断の取り消し、これをしたわけです。片や政府は中山知事の時は地方自治体の知事の判断を尊重しながら、今回は反対だからという理由で戦艦事項だから地方自治には権限がないというのはおかしいでしょう。論理として、他にもいっぱいあの中にはほとんど基本的にコンピュートしか思えないような内容があるんだけれども、少なくともどう考えても馬借に合わないということ、それから地方自治というのの重さということであれば、最近懸念されるのは本土の沖縄化なんですよ。具体的には岩国基地、山口の岩国基地の方には垂直型の戦闘機である、こういうものが集中配備されることになっている。さらに、ずっと戦後から続いている横須賀、こちらの方には原子力潜水艦が、原子力空母か、これが停泊しているわけです。仮にこの国の中の原子力発電所を全部稼働させない、廃炉しないまでも再稼働させないとしても、依然としてレーガンだったかなという名前の空母が横須賀の基地の中にデーンといるんですよ。さらに横田ではどうか、横田でもどん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 集中配備が強化されようとしています。オスプレイについてはどうか、オスプレイの整備は木更津の、自衛隊の所有地、こちらの方で整備するようになっています。そして私がなぜ本土の沖縄かという言い方をしたかといえば、話は簡単にただ単に基地があるところだけの問題じゃないんですよ。なぜかといえば、戦闘機、ヘリコプター、こういう空軍戦力というのは必ず空を飛びますよね。基地と基地の間を、運航していくのを基地間輸送という言い方をするようですが、基地の間、こちらの間はどこを通るのか、横須賀と横田の間どこを通るか、東京は平気で通ってきますよ。じゃあ、東北はどうか、横田と、三沢の間、東北地方ずっと入ってきますよ。オスプレイの航路を見てたらば四国にもかかってくる、山陽道にもかかってくる、みんなかかってくるんです、それぞれの自治体のところに。それただ単に
基地があるところだけが基地による被害というか、危険性を、受けなきゃいけないということではなく、米軍の、空軍戦力は日本どこでも好き勝手飛ぶんですから、それぞれの自治体のところに全部問題があるんです。であれば、こんなところ、自分のところの上空をそれぞれの都道府県の知事の方は、上空をいつ落っこちるか分かんないようなオスプレイ、だいたい普通考えてみてですね、飛び上がるときは垂直にエンジンを吹かすんだと、上空に行ったらば、それを90度を超えて水平行くんだと、こんなもの普通考えておかしいだろう。その間どうすんだよ。90度から180度行く間、全然ほとんどその間に事故が起こるって言うんだけども、普通考えておかしいだろ、そんなもの事故起こって当たり前だろ、というような危険なものが日本に至るところをどんどん飛び回ってきて、それを回避していくためには地方自治体のそれぞれの市長がちゃんと考えて上空飛ぶんじゃないということを声を上げていくしかないんですよ。ひとえに沖縄だけの問題じゃないんです。そして今度の沖縄かという事態がどんどん進んでいくのであれば、それぞれの自治体がもう少し沖縄県尾長知事が言ってる問題、なぜ国土の 0.6% のところに日本中の基地の 74% が集中されているのかと、それを少し考えてもらえないだろうかと、日米安保条約を否定するわけではない、尾長知事はっきり言っています。その役割も認識しています。だけれども、なぜ 0.6% の国土のところに 70% 以上の基地が集中しなきゃいけないのか、それについては、もし防衛が国の戦艦事項であるのならば、沖縄県以外のところにも基地として置くと、分散すると、県外移設をするということを考えてもらえないだろうかということなんですよ。それもちゃんとやはりこれから先沖縄のことを考える場合に、沖縄の痛み悲しみということを我が身と考えるのであれば、それぞれの地方自治体の市長、そして行政に携わる人間、立法に携わる人間、それがそのこともちゃんと考えてほしいんです。その結果として、結論として、アメリカ米軍の基地の存在が抑止力として役に立たないということに出てくる可能性は非常に高いんですよ。そうして地方の中、地方から国に対して、これまで米軍に対して米軍基地、これについては好き勝手やられてきて、ずっと米軍の言う通りになってきたけれども、おかしいんじゃないのという声を地方の方から上げていかないと、この国の政府ないし官庁から米軍基地の在り方、防衛の在り方についてどやこや言ってくるわけはないんですよ。連中が考えているのは、いかにアメリカに従属し、アメリカにとって気持ちがいいことを言って、それによって評価され、自分の地位を上げるか、キャリアパスを上げていくかしか考えてないんですから、そこには期待できないんだから、地方自治の人間、そちらの人間が考えてください。それを今きっちりと果たしているのが沖縄であり、さらに原発ということであるならば、同じ県央施設を受け入れ、それによって非常な損害被害を被っている福島県なんですよ。よく考えてください、その辺のところ。ありがとうございます。あ、じゃあちょっと告知兼ねていいですか。あ、どうぞ。すいません。
と夜遅くまで国交省、海上保安庁の皆さんお疲れ様です。すみません、アクションの告知を兼ねて、スピーチさせてもらいます。オスプレイを東京横田基地に配備させない、11月23日大集会があります。お子さん連れてあなたたちも来ませんか。いいですね。本気でオスプレイがどんなものかとか、市民の上空、市街地の上空にオスプレイが飛ぶってことがどんなものなのか真面目に考えませんか。で、詳細なんですけども、11月23日の午後1時から文化行事が始まりまして、開会が1時半、でリレートークしたりして、アピール行進、デモ行進が2時半からです。場所が、福生市の多摩川中央公園です。たまには市民の側に立ってものを考えて、見ませんか。いつも上から目線で上の命令だけ聞いてロボットのように働いて、お子さんの目まっすぐ見れないでしょう。市民のアクションにたまには出てください。アベノマスクでよければ貸しますからよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。まあね、今日はまあこの辺でなんですけど、あれね、地方自治ですよね。まあね、地方自治ないがしろにするなって感じですよね。じゃちょっとそれ参照でよろしいでしょうか。はい、はい、行きます。地方自治ないがしろにするな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 。ちゃんと地方、地方の言うことを聞け。地方の人だ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。コブさん、お疲れ様です。明日、頑張ってください。大変おめでとうございます。無理しないように。無理しないように。今日はね、ちょっと遅く、まあ、諸事情で遅くなりまして、私の諸事情で遅くなりまして、申し訳ありません。いろいろ頑張んなきゃいけないです、ね。もう TPP もね、今日から始まりました。ね、なかなか俺国会とかも、ね、見てる時間なんてがなかなかなくてね、終えてないんですけど、もうね、ツイッターとかで見るしかないので、ね、頑張りましょう。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。